日本大学4年の宮下優香です。とはい、春大エリーメンバー専修大学4年の星です。はい、今日は星くんに就活状況の結果報告動画を撮影していただきます。はい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 、気になりますか僕の結果。サムネ見てめっちゃ気になったんですけど、はい、視聴者の方々もすごい気になってると思うので今日発表させてもらえれば。あ、ぜひ今日発表できればなと思って撮影しています。はい、発表するの発表で発表してた星くんから発表してもらえればいいなと思って、はい、今日撮影してます。はい、ちょっと今回発表させていただきます。すいません、多分サムネイルとかでなんか大手複数社内定みたいな感じでいろいろあと時間軸がぐちゃぐちゃでなんかすごいご迷惑かけてしまったと思うんですけど、今回ちゃんとこれが一番真実なので報告させていただきます。はい、じゃあ実際星くん、あのどこに行くんですか。はい、行くのはっていう会社なんですけど、すごいこの皆さんも私も、もうみんなが知ってる企業さんだなって思うんですけど、あの実際何社ぐらい内定したんですかね。数じゃないと思うんですけど、結局内定したのは6社で、おお、はい、で一応教育とか、はい、IT 人材コンサル外資となんかあと検索エンジンの会社みたいな、のうち半分ぐらいが大手で半分ぐらいがよくあるベンチャーとかスタートアップの企業に内定いただきました。いや、さすがですね。思ってる。いや、本当に思ってる。本当に思ってる。さすがですね。本当。みんなもよく知ってる企業さんだなって思うんですけど。嬉しい。今日はそんな星くんに就活強者としていろいろインタビューしていきたいなって思うんですけど、あの就活スケジュールはどういった感じだったんですかね。3年の実は10月ぐらいのタイミング。うん、でエージェントめっちゃ登録したんですよ実は僕、暇だったんでやってみようと思って登録して、みんな夏インターンとか冬インターンの存在してたんで、うん、みんなそっち行ってるかもしれないんですけど、うん、僕知らなかったんですよ。で就活調べたらエージェントが出てきたから、うん、エージェント登録しとこうと思ってしたんですよね、うん、で10、11月ぐらいで、まあ、いい感じにやってて、でも終わるぐらいのタイミングでなんかあれエージェントのってマネタイズモデル学生に不利になるようになってるなと思ったんですよね、行きたい企業見切れてないのみたいな、うん、ですごいさ会社の人とかそのエージェントさんもいやもう今すぐ決めた方がいいよみたいな感じだったんだよね、うん、だからそれがすごいなんか途中で違和感があって、うん、確かにそうで一回辞めて、うん、ダイアリーに入って、その後ダイアリーで12月1月2月はもうめっちゃ忙しく働いてたっていう感じなんですよね、うん、でその後3月ぐらいからみんなよくある解禁みたいなの動画出したね、うちらも3月解禁っていう動画出して、そう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 、YouTubeあれら辺で言われて、あ解禁なんだってことに気づいて、うん、で ES の締め切りが3月末だよってイケちゃんとかが言ってたので、うん、だから書かなきゃと思って、そのぐらいからちゃんと ES 書いたりとか SPI やったりとかしました。じゃあ動き始めたのは3月からぐらいっていうところで、そうね、ちゃんと就活始めたのは3月からだね。で ES めっちゃ落ちたしね。あ実はめっちゃ落ちてるんですよ。でもね、いろんな人に添削してもらって、そうそうそうね、先輩とかに頼って、そうね、どんどん通るイエスが書けるようになって、そうね、面接はもともと無敵でだと思うじゃん。うん、いや面接苦手で、えっていうのもあのすごい自慢に話しちゃったんだよね。ああ学生が頑張ったことこんなことしてきましたよみたいな、うん、そういう場だと思ったのよ、うん、したら違くて、うん、どんな人と一緒に働きたいが結局本質だったんですよね。それに、うん、模擬面接とかした時に気づいてなんか言われたりして、うん、まあ、あとはなんかすごい続けていくうちになんか落とされる理由を勝手に考えたのよ。ずっと毎回落とされるたびに、これ何で落とされたんだろう、何で落とされたんだろうと考えていくうちに、あこれ多分生意気だからだなっていうのを思って、で途中から辞めてからは面接通りやすくなった。おー、えどう、具体的にどういった感じで生意気さを辞めたんですか。なんかクッション言葉ちゃんと入れるのを意識してて、うん、僕の中では頑張ったことなんですけどとか、あちょっと言えたりすると、うん、すごい印象良くなって、分かんないけどね、まあ、僕はそうだったんだ、そういうことか、
そのちょっとにこやかに喋ったりだとか、うんうん、ちょっとゆっくり喋ったりだとか、うん、あの声を滑らかにするって難しいけど、うん、っていうのを意識してからは、まあ、印象良くなったなと思いましたね。あ、じゃあそのクッション言葉を入れるっていうことと、うん、あの表情、にこやかな表情っていうところと喋り方、声量だったり、そう、あの速さだったりっていうところで、そうなんですよ。あと僕、志望動機は全く考えてなくて、志望してるのに志望動機を考えて、いや志望って結局みんなそんなに最初の頃で分かってないじゃないですか。あ、うん、そういうのって素直に言った方がいいかってちょっと思ったから、いや正直別に行きたい企業とかなくて多分見てるとこなんですよねとか言うと1時は通ったりするんだけど、まあ、2時ですぐバーンと押されちゃったりするから、そこら辺で、あ、志望動機もちゃんと考えるっていうのがすごい大事なんだなって思って、毎回考えていくようにしてからは一定通るようになったな。あ、確かに企業の人もなんとなくで興味持ってるから受けたんですよねって言われるより、うん、本当にはっきり志望で言ってくれる学生の方が間違いなく欲しいし、ね、嬉しいよね。入社後も辞めないし、うん、嬉しいよね。なんかその面接のしてる時間もなんかすごい、はい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 、この人のために時間使ってよかったなって思ってくれるかもしれないですね。いや、そうなんだよね、うん、あの生意気すぎない可愛らしい学生でいるっていうところと言って大事だよね。あの志望動機はしっかり伝えるっていうところが、うんうん、あの3月から就活を始めたけど内定をもらえた、そうだね、面接に関してはそうだ、理由のうちの一つ。BS はやっぱりめちゃくちゃ添削が大事だよね。すごい思った。もう本当に文字のセンスがある人とない人っていて、僕はもう完全にない人なんで、うん、なんかなんで落ちるか僕分かってなかったんですけど、本当、うん、見せて変えてもらったから急に受かりになったんで、うん、もう BS は見てもらうのが絶対ベストで、こんなあの今はキラキラ輝いててあのできる星くんでもあの辛かった時期って絶対あると思うんですよね。はいはいはい、そういった辛かった時にあのどういう気持ちで乗り越えたのかとか、それこそそのキイちゃんとかもね、すごい就活迷走してる中で、うん、そのどんどん落ちちゃうっていう時もあったと思うんだけど、そういう時にどうやって乗り切ったんですか？そうですね、まあ、正直、まあ、そこまで落ち込んでなかったっていうのが本音なんですけど、うんうんうん、っていうのも落ちるじゃないですか、うん、落ちたら何が落ちたのか原因か考えてそこ直したら絶対次の面接で前より良くなるじゃないですか。何でもそうですけど、うん、確かに、っていうのを繰り返していけば落ちる理由がないなって思ってたんで、うん、だからそんなに焦ってはなかったっていう。ただまあ ES とか落ちる時は萎えるっていう、萎えて終わっちゃうともったいないなと思って、何がダメだったんだろうとかちゃんと考えて次につなげようとはしてました、ね、確かにあんまり落ち込んでたイメージない。そうね、落ち込まないよ全然落ち込んでなかった。しかもなんかうん何言おうとしたの、自分は絶対できるっていう。あ、そうね、辛かった時期もなんか自分にちゃんと自信を持ってあの取り組むことで乗り切ったっていうことですね、うん、そうですね。っていうところで、なんかこんな質問するのもあれなんですけど、ちょっとニットをこませっていうところで、うん、あの実際にあの学歴フィルターは、うん、あのどんな感じで感じたのかなっていう。企業にとって取りたい人が結局フェスの高い大学にいるだけで、僕はどっちかっていうとそのサマーインターンする時間があったら自分でお金を稼ぐ経験もしたりとか、長期インターンの話を始めてからだんだん興味持ってもらえるように